今日はズッパで踏ん切りパターテを作っていきたいと思います。今日はこのズッパに踏ん切りパターテですね、もうまさにキノコとジャガイモのスープ、もう本当にシンプルな素材なんですけども、まあ、このジャガイモとキノコの相性が非常に良くて、やっぱりトスカーナではそのズッパスープが非常に、まあ、いろんなスープがあるんですけども、まあ、今回このキノコとジャガイモ、本当にシンプルに、この素材を生かしてズッパスープを作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。今日はこのズッパに踏ん切りパターテ、まあ、キノコですよね。キノコの掃除からやっていきます、まあ、キノコのこの石突き、もし硬いところがあれば取ってあげて、まあ、今回結構なさそうなのでこのままどんどん手で裂いていきます。で、今回このキノコのスープなんですけども、まあ、このキノコ自身のその旨味だったり、そのなんていうか食感を生かしたいのでってことですよね。こういう風に手で裂いてあげて、まあ、好みの大きさでいいんですけど、どん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 お水、冷水の中に入れていきます。ではどんどんちぎって入れていきますね。まあ、やはり食感が残るぐらいの大きさがいいですよね。結構キノコって水分が多いので、どうしてもこう火が入ると小さくなるのでってことですよね、まあ、食感を生かすためにちょっと大ぶりにちぎってあげます。はい、でこのキノコの今度はこの、まあ、平竹ですよね。今日はあのちょっとエリンギに近い品種のキノコとこの平竹のこの2種類を使うんですけども、もちろん好みのキノコでたっぷりいろんなその素材感のあるキノコでやってあげるといいと思います。硬そうなところだけちょっと外してあげるといいですよね。ではどうぞ手でちぎっていただきます。しっかり硬そうなところは見てあげて、もしちょっと硬そうなら外してあげるといいですよね。では全てのキノコをほぐしてあげて、ほぐすといいます、手で裂く感じですよね。で、ここにちょっと水分入れてあげます。まあ、ちょっとこうキノコ水分が浸かるようにってことですよね。ちょっと火を入れるとどんどんキノコが縮んでいくので、まあ、多少こう傘がちょっとひたひたのと言いますか、日本語的には。ではここにちょっと一つまみのこの岩塩を入れて、こうちょっと下味程度の味を引き出すような塩ですよね。でここでゆっくり火にかけていきます。で、キノコを加熱するときは水からゆっくりの温度帯を上げていって、でここにこう蓋をしながらゆっくりゆっくり旨味を抽出していくような感じですね。なので火は中火ぐらいで、でこれはどんどん火にかけてキノコの旨味を引き出していきましょう。はい、じゃあじゃがいも皮を剥いて、まあ、今回はパターテノベルでまさに新じゃがですよね。日本語的には出たものを使うんですが、もちろん好みの美味しいキノコ、じゃがいもですよね、を使ってあげてください。ちなみにキノコの食感に合わせて皮も剥いていきますね。はい、じゃあじゃがいもの皮を剥いて、まあ、どんどん切っていく感じですね。もちろんスープなんで、まあ、ある程度の食感があった方がいいと思うんで、まあ、これぐらいの、そうですね、5ミリ角ぐらいのイメージでしょうか。まあ、素材感をちょっと残していく感じで、要はあの小さくてとろけないように、あとはスープなのであんまり大きすぎないような感じがいいですよね。ではどんどん切って鍋に入れていきます。ではこのじゃがいもを全て切ったところにちょっとオリーブオイルを入れてちょっと炒めていきますね。やはりこのスープだったりミネストラの手法的にその野菜をちょっと炒めてちょっと味を凝縮してあげるような感じですよね。しっかりオリーブオイルを敷かないとこのじゃがいもが鍋に張り付いていくので
しっかりこのオリーブオイルをちょっと全体になじませる感じで炒めていくのがいいですよね。ではどんどん炒めながら軽く塩をしてどんどん炒めていきます。はい、じゃがいもがこうしんなりして、まあ、全体がこう油が馴染んでってことですよね。でここにネギも入れていきます。まあ、今回はこのチポロッティ、日本語的には葉玉ネギですよね、を使っていくんですが、まあ、やはりこのチポロッティが入るとちょっと爽やかな香りが引き立つのでってことですよね。ちょっとザクザクと細かく切って一緒に炒めていく感じにします。このネギも一緒に鍋の中に入れてちょっと炒めながら香りを引き出してあげる感じですよね。しっかり下にオリーブオイルのその油分が馴染んでるのを確認してあげてってことですよね。要は空焼きしないようにってことですね。ちょっとオリーブオイルで炒めていきますね。もうほんとゆっくりゆっくり炒めていくような感じですよね。はい、ではこの葉玉ねぎを入れてちょっとこんがりと焼けて、まあ、焦げないようにということですよね。しんなりしたところに先ほどこの中火からゆっくりゆっくりきのこのうまみを抽出した水分としてね、このうまみを全部この中に入れていきます。一回火を切っておきますね。でどん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 この中に移っていく感じですよね。一回火を弱めてあげてどん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 全部移していきます。どちらも熱いので必ず気をつけてゆっくり入れてあげてください。では全ての水分を合わせてあげて、でこのままゆっくりゆっくりちょっと、まあ、スープなのでってことですよね。このじゃがいもを柔らかくなるまでゆっくりゆっくり弱火で煮込んであげてください。あとはもうじゃがいもが柔らかくなって塩分の好みの塩分で仕上げてあげて完成です。じゃあこのスープがじゃがいもがこう柔らかくなってちょっと味見してみていいですね。ちょっと優しい味でもう気持ち塩分としましょうか。もう好みの塩分でって感じですね。でこれが塩が溶けたら盛り付けていく感じですね。はい、では盛り付けていきますね。もうほんとスープなのでこのまま具材とその水分のバランスで盛り付けてあげてもいいかなと思います。結構たっぷり入ってるのも美味しいですよね。はい、では仕上げにオリーブオイルとはい、ではこれで完成です。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、モナペティと。さあさあ、ね、なんかもう、うん、世界のどこにでもありそうな食材で作れる。確かに超シンプルですね。はい、うん、ちょっとまあいただいてみましょう。うん、はい、うん、これは優しい。優しいですね。うん、優しいけど、うん、あのこんななんか純粋にというかシンプルにキノコの味っても実は珍しいかもしれないね。あ、うん、もちろんそのシンプルに、はい、そうそう、いろんなパスタとかね、わしたりその、うん、キノコのっていうのがあるけど、はい、あのまあ、こんななんか本当優しいキノコの味もうキノコそのままの味みたいな。いいですね、うん、このなんか深いところで味わってるまさに滋味深い料理。うん、まあでもね、こうやっぱり野菜のブロとか入れてないでしょこれは。そうですね、うん、これはもう本当にお水とキノコとね、ちょっと葉玉ねぎを入れましたけど、うん、いやそれがだから逆にいいね、うん、なんかこういろんな味が味わえるその贅沢さとかさ、うん、満足感ってもあるんだけど、うん、こういうは本当に一つの食材の味をなんか
もうシンプルに味わいましょうっていうスープっていうのもなんかすごく、はい、うん、美味しい、うん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 、あとこの具材も美味しいんですけど、この水分がすごい旨味を抽出してる感じがして、すごいクリアな味というか、そうね、すごく美味しい澄んだ味というか、うん、結構ね、こうこのリュウスの料理ではキノコといえば、はい、ガーッと炒めて、はいはいはい、ありましたね、出すっていうイメージあるじゃない、はい、まあそれでしても今回はもう見たら全く炒めずにね、そうですね、水に入れて、はい、水からこうやってるんだけど、うん、なんか違うこのキノコの魅力をちょっとこう見せつけられてるなという、うん、はいはい、うん、まあ、以前ね、ナオさんがおっしゃってたそのキノコの火の入れ方みたいな話をされた時に、うん、まあ、よりシンプルにその伝わりやすいような方向でちょっとやってみたいなと思って、うん、もう本当に水から煮るだけっていう、はいはいはい、やっぱり蓋をしてこうゆっくり温度帯を上げていく、うんうんうん、旨味を抽出していくような感じですよね、うんうん、美味しいんですよ本当にキノコの旨味が自然にこのスープとして流れ出てるっていうね、そうですね、そうですね、うん、でそれをこう凝縮していくっていうような手法というか、うん、あれなんですけど、まあ、美味しいですよね、ね、いやまあこれはこれで本当にこれとこのパンの組み合わせでこう永遠となくなっちゃいそうなはい、そうですよね、あとこういう料理ってやっぱりこう、まあ、トスカーナでよくねこのスープ、ズッパーがよく出てくるんですけど、プリモピアットでスープを食べてセコンドでお肉食べるあとスープとパンだけで完結してもいいし、うんうん、もうほんといろんな食べ方ありますよね、確かに、うん、ほんとこれで終わってもいいし、うん、この後ちょっとお肉料理で、うん、このなんかね、まあその日のさ体調とか、まあ、気分とかいろいろあると思うけど、はいはい、に合わせて変えられるよっていうのがすごくね分かる、うん、なんかこうなんだろう、こっから どっちでもいけますよみたいな確かに、はい、うん、あとは野菜たっぷりのスープも美味しいんですけど、うん、本当にこういうシンプルな食材でこういうスープ、うん、まあズッパですよね、うん、すごく美味しいので、まあ、そういうのはお伝えできればなと思う、うん、いや伝わってますよ本当本当、いやいやこれはね素晴らしい、うん、まあちょっとまたじゃあこれもゆっくりねいただきましょう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、いいありがとうございます、はい。